皆さんこんにちは、クリアです。今回はこちらのアルコーリックアートのスマホケースを制作します。こちらの動画はアルコーリックアートに興味がある方、スマホケースってどうやって作っているの？と気になっている方向けの動画です。スマホケースはハードタイプのポリカーボネート製を使用します。アートする部分をエタノールできれいに拭き取ります。今回使用するアルコールインクはエタノールとエタノールで薄めたカメンスカヤのブロンズ、コピックの T6E49 です。それでは早速制作開始。白い背景を生かしつつアートします。今回はパナソニックのドライヤーを使用します。エタノールでインクを伸ばしながらドライヤーで乾かします。アート中は3倍速でお送りします。アルコールインクアートがゆっくり変化する様子をご覧ください。
そろそろ完成しそうです。アートが完成したら退色を防ぐためこちらの UV 保護スプレーをしてください。次はレジンコーティングをします。レジンはツヤというエポキシレジンを使用します。エポキシレジンは UV レジンとは違い、2つの液を混ぜて2、3日かけてゆっくり自然に硬化するものです。こちらは本剤と硬化剤が2対1の割合で測ります。1対1のものもあるのでしっかり説明書を読んでください。混ぜるときに見やすいので透明の使い捨てコップを使用します。測ったら割り箸を使ってひたすら混ぜます。最初は白っぽく繊維状なものが出てきます。それでもひたすら 2、3 分程度混ぜると透明になります。気泡がたくさんできたので気泡を少しでも分けるため30分程度ホコリが入らないように蓋をしておきます。気泡がある程度抜けたら水平が取れているか確認しレジンコーティングします。垂れないように慎重に伸ばします。こちらの動画は側面をマスキングテープで保護していませんが、垂れそうで不安な方は側面をマスキングテープなどで保護してください。すべてコーティングができたら、チョッコマンで気泡を取り除きます。あまり同じ場所に長時間当てすぎると、レジンが黒くなってしまいますので、全体にささっとしてください。できたら、2、3日硬化できるまで待ちます。保管は、ホコリが入らない場所で保管してください。こちらのグリーンのスマホケース、実は失敗したものです。なんで失敗したかわかりますか？実は動画の一番最初にお伝えしたケースの素材が違うことが原因です。熱に弱い柔らかいスマホカバーでレジンコーティングをしてしまい、こんな感じで剥がれてしまいました。スマホカバーでレジンコーティングするときは、ハードタイプのポリカーボネート製を使用してください。完成しました。アルコールインクアートは同じものが作れない唯一無二なアートです。そんなアルコールインクアートの魅力に皆さんもよかったらハマってみてくださいね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録していただくと更新の励みになります。次の動画もお楽しみに。バイバーイ。